ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木松田です。本日は JR 奈良駅から徒歩すぐのところにある 2LDK の賃貸マンション川沢山口をご紹介させていただきます。こちらのマンションは、全部屋アドベアとなっておりますので、お隣の生活音も気になりにくい、そんな、マンションとなっております。それでは早速中をご紹介させていただきます。まず、こちらが広々とした LDK のスペースとなっております。こちらは、ダイニングテーブルやソファーなどを置いていただいて、お食事を楽しんでいただいたり、ゆっくりくつろいでいただく、そんなスペースとなっております。そしてこちらがキッチンとなっております。キッチンは、ちょっと広めのものが採用されておりますので、調理スペースもしっかりとございますし、収納も上の収納ですね。そして下の収納とたっぷりございますので、ご安心ください。そして、キッチンのちょうど、後ろのスペースですねにこちら収納がございまして、こんな感じで収納がございますので、調味料を入れていただいたりという形で使っていただけます。またですね、水仕事をしながらすぐにお湯の温度などが変えられるように、リモコンの給湯ボタンがすぐ手の届くところにございます。こちらも非常に便利な設備となっております。こちらのマンションは南向きとなっておりまして、リビングには明るい光が降り注ぎます。バルコニーのスペースも十分ございますので、お洗濯物なども十分干していただけます。そしてリビングから続きまで隣の洋室という形になっております。こちらの洋室にはこのように非常に大きなお尻タイプの収納の方がございます。また服をかけることもできますので、クローゼットとして使うこともできます。こちらのお部屋はリビングとつなげて使っていただいて、大きな空間として使っていただくのもいいですし、こちらですね、今回新たにつけましたこのような半透明のおしゃれな間仕切りがございますので、こちらの方でしっかりと仕切っていただければ、寝室などの、プライベートなお部屋として使うこともできます。それではもう一つのお部屋を紹介させていただきます。はい、こちらが共用廊下側のお部屋となっております。こちらはもともと和室のお部屋だったんですけど、この度、改装して、洋室のお部屋に生まれ変わっております。そしてもともと押し入れの収納があったところは、このような間口の非常に大きい、大空間のクローゼットになっております。服をかけたり衣装ケースなど置いていただいてもですね、まだまだ十分なスペースがある非常に大きな収納となっております。それでは水回りをご紹介させていただきます。まずこちらがお手洗いとなっております。手洗いの横には洗面所がございまして、洗面台はシャンプードレッサーとなっております。洗面台の横にはもちろんですね、洗濯機を置くスペースがございます。そして、奥がお風呂となっております。お風呂にはシャワーもございますので、一日の疲れをゆったりと癒していただくことができます。最後は玄関のスペースです。玄関のスペースも非常にスペースしっかりとございますし、下駄箱などもちゃんとございますので、靴の収納もできます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。